皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気に過ごしております。さてさて、今日の名言のコーナーです。今回は、あの、マハトマ・ガンディさん。まあ、日本ではガンジーさんとも呼ばれますけれども、はい、ガンディさんのお言葉です。早速申し上げます。弱いものほど、 相手を許すことができない。許すということは強さの証だ。ね。暴力反対主義者のガンディさんならではのお言葉ですね。はい、まあ大人になればなるほどこういうことが大事になってくると私は思います。はい 年代によって変わってくると思いますけどねはい私は今共感できますはいあなたはいかがでしょうかはいさてでは今回も最後の最後の最後に、えー、もう一度この名言を申し上げて配信を終了させていただきたいと存じますそれでは皆さんまた 別の配信でお会いいたしましょう。それでは参ります。弱い者ほど相手を許すことができない。許すということは強さの証だ。